はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めたい人におすすめな上部、中部、下部、この3つを1セットとして10回一緒にやっていきましょう。腹筋はですね、クランチ、シットアップとかはですね、主に中部、上部に効くんですけども、やっぱり下腹部が気になる人は下腹に効く腹筋もやった方がいいんですけども、一個ずつの種目を追い込みたい人はですね、もちろん腹筋を大きくしたい人は一種目だけ、上部、中部、下部、主に効くところを一種目だけをしっかりやってもいいんですけども、お腹全体を引っ込めたい人はですね、できればセットでやった方がいいです。なので今回上部、中部、下部3個を一緒に10回ほどやっていってもらえたらと思います。では行きましょう。はい、まずやり方なんですけども、手を万歳したところから膝をタッチ、そしたらつま先をタッチ、今度は足を動かす。足をついたら膝タッチ、つま先タッチ、足を動かす。っていうのを3つ1セットで10回一緒にやってみてもらえたらと思います。できればですね、お腹を1回ずつしっかり締める。できれば1回ずつ息をしっかり吐く。っていうことを意識してやっていくと、お腹引っ込め効果にいいです。では皆さん一緒にやっていきましょう。いきます。4回、5回目、6回、7回、8回、9回、ラスト、はい、お疲れでした。はい、たったの10回なのでね、これぐらいなら毎日できますよね。もしくはね、しっかり効かしたいよっていう人は10回やって15秒から30秒休めて、もう1セット、もう2セットやってもらうとですね、上部、中部、下部しっかり全体的に効きますんで、よかったらやってみてもらえたらと思います。で、今回ね、やったよって方はよかったらグッドボタンやコメント待ってます。一般的に腹筋というとですね、中部、上部を主に使います。なので下腹部が気になる人、またはね、へその辺がぽっこりね、イカ水みたいな感じで出ている人、あいた方はね、まんべんなく鍛えたり、もしくは中部、下部に効くようなね、足をこうやって動かす腹筋、ああいうのをやってみてもらえたらと思います。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。Thank you.